あっつ。あ、千歳だ。あ、しゅんじゃん。じゃ。ちょっと待てよ。ねえ。俺の名前はしゅん。田舎の高校に通う2年生だ。今俺を自転車から落としたのは幼馴染の千歳だ。10年前都会に引っ越したのだが、父親の転勤をきっかけにまたこっちに帰ってきた。で、何するんだよ。あんた、か弱い女の子が暑い中一人で歩いてるっていうのに自転車で通り過ぎるとかある？バカなの。か弱い？あー、なんでもありません。緩和9台。実は今からイオンに行こうと思ってたんだけど。歩きでか？ここから1時間はかかるぞ。お父さんは車で仕事に行っちゃったし、お母さんが自転車で遊びに出かけちゃったから足がないのよね。家でおとなしくしてろよ。歩きとか無謀だぞ。だって暇なんだもん。せっかくの休みだってのにテレビはチャンネル少ないし。田舎だからな。遊びに行ける場所といえばイオンしかないし。田舎だからな。だいたいどっかに行こうと思っても最寄り駅まで自転車でも30分かかるから全然最寄りじゃないし。田舎だからな。とにかく私が言いたいのは娯楽が少なすぎってことなわけ。田舎だから。うるさい。あんたさっきからそればっかじゃん。俺にどうしろと。娯楽を増やしなさい。そんな無茶な。はあ、ほんと田舎最悪なんですけど。え、そうか。じゃあ俺はこの辺で。ちょっと待てよ。ねえ、ねえ、ちょうどいいし二人乗りさせなさいよ。なんで嫌そうな顔するわけ。いいじゃん二人乗り。同行法を破るのはなあ。そんなもん会ってないようなもんでしょうが。見なさいよこの田舎道。周り田んぼだらけで危険なんてないじゃない。いや、トラクターとか走ってるし。どんだけ二人乗りしたくないのよ。お前こそどんだけ二人乗りしたいんだよ。はい、別にそういうわけじゃないんですけど。少女漫画とかで読んで一回だけでいいからやってみたいとか思ってないけど。へえ、少女漫画とか読むのか、意外。うん。その後千歳一人だとかわいそうだと思った俺は、千歳と一緒に歩いてイオンまで行くことに。なんで俺は自転車を押して歩いているのだろう。別にいいじゃない、たまにはこうやってじっくりおしゃべりするのも。いや、最近こういう機会よくあるような。はい、そこうるさい。うん、そういえばもうすぐでテストだな。テストが終わったら夏休みか。その前にちゃんとテストやらないとな。テストが終わったら夏休みだね。現実逃避するな。なんで田舎の高校にも普通に赤点とかあるわけ。お前は田舎を何だと思ってるんだ。私英語苦手だからな。英語やばいかも。じゃあ遊んでる場合じゃなくね。勉強しとけよ。勉強って何でするの。将来使わなくない。出たよ、勉強しないやつの上等句。そういうシュンは勉強どうなのよ。ずいぶん余裕そうだけど。俺入学してからずっと学年1位なんだよな。ちっ、ガリ勉野郎が。ひどくね。なんでそんなに勉強してるわけ。何かやりたいことでもあるの。都会の大学に行きたいから、そのことで親に迷惑かけたくないし、学業特待取るつもりなんだ。それで勉強してるんだ。まあねえ、やっぱり二人乗りしない。え、嫌だよ、危ないし。大丈夫大丈夫、私が漕ぐから。それは俺が危険にさらされるわけだが。いいじゃんか、ちょっとぐらい。やめろ。お前このまま自転車を奪ってイオンまで行くつもりだろ。あ、その手があったか。余計なことを言ってしまった。うぬぬぐぬぬ。あ、え、あの、ごめん。私の方こそごめん。その後気まずい空気の中、俺たちは無言でイオンまで30分以上かけて歩くのだった。